サッカー J1 サガントスは19日、アウェーのサンガスタジアムバイ・キョウセラ、京都府亀岡市で京都サンガ FC に0対2で敗れ、来期の J2 降格が決まった。2012年に昇格して以来、ずっと J1 で戦ってきたが、初めて J2 に落ちることになった。降格の一因には、戦力低下を招いたクラブの厳しい経営状況もあった。 東京のゲーム開発会社が支援していた2018年度のスポンサー収入は約23億円で当時の J118 チーム中4位の多さだっただがこの会社は理由を明らかにしないまま撤退23年度の同収入は J1 ワースト2位の約10億円まで減った一方支出面では当時の経営陣が元スペイン代表のフェルナンド・トーレスを獲得したことなどが裏目に出て 19年度に約20億円の赤字を計上。20年度から債務超過に陥った。その結果、運営会社はクラブ存続のため、体力をつける小柳智之社長、ことを優先。人件費を削らざるを得なくなり、補強もままならなくなった。広角簿はスポンサー離れなどで、さらに厳しいやりくりを強いられることになりそうだ。ただ、現在の J1、 20チームで降格を経験したことがないのは横浜 M と鹿島と今季初昇格の町田のみ。他は企業努力とチーム再建で這い上がってきた。小柳社長は降格決定後、必ず1年で戻れるようにクラブ1位はとなって戦うとのコメントを出した。発足時にチーム名に込められたように、再び小さな力を結集して立ち向かう、左岸、となって、ゼロから出直すことが望まれる。 古島弘明